ベトナムスリマス芸人ダブルイッシュです。ベトナムホーチミンのこの屋上での24時間生活。空調服、え、ジャンパーの脇のところに、はいはいはい、ファンがついてるわけよ。あ、すごい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 。閉じるとね、うん、ほら、わかるかな、そう、膨らむのよ。あー、ちょっと風がね、こう、ほら、ほら、あー、膨らんでる膨らんでる。この風が、うん、このここと、うんうん、首のところとかとここから、うん、抜けるけん涼しい。1時間に1回、うん、まあその時欲しいものをかけてそのゲームに挑戦してもらう。なるほど。行くじゃん行くじゃん行くじゃん。あ、え、できた。バイーン。よっしゃ、7時のチャレンジ。7時きた。もう真っ暗だね。真っ暗や。まあまあ、電気あるんかい。あんのかい。あるあるあるよ。夜ですよ。はい。あ、もうやっぱり涼しいから。涼しい。もう涼しい。あ、いいですね。そう、過ごしやすい気候になりましたね。そうね、夜は。はい、じゃあどうしますか、はい、7時のチャレンジ。いや、もうさっき逆立ちで疲れたけん、もう、うん、飯を、飯食いたい。あ、もうお腹減った。お腹減った。早くね、だってさっき何時。さっき2時食ったけん、パン1個だけんさ、うん、やっぱ腹減るよ。腹減る。そら、あ、さらに明るくなった。ほんとだ。 OK、 じゃあご飯チャレンジ。じゃあご飯チャレンジ、中うだうつでございます。シュッ、あれかい。今回はフォーと、先ほどコムタムと、次はこちら、ブン、うん、いっちゃいます。そうめんみたいな、そうめんみたいなやつでございます。で、何食べたい。フォーかな、じゃあ。フォー、うん、じゃあフォーを一番何、手前、手前に置いて。はい、フォーが一番手前ね。はい、で、コムタム、ブンと夕飯チャレンジ、ダカウダーツスタート。一投目、弱い。ちょっとこ、いや、いや、弱いな。こっち行ったってことでしょ。いやいや、そうだけど。バン、ピラリラン。うわー、強い、強いな。どうして、なんか元気ないな。頼む、よし、当てたいぜ。いや、無理やりだな。さあ、ラスト、いけ。フォー、うわー、ブー。全然いい。よかった。はい、では夜ご飯ゲット分です。ありがとうございます。うまそう。はいはいはい、めちゃくちゃうまそうやん。これはうまそうだぞ。そうめんみたいな麺ですね。米粉の麺ですね。はい、うん、おいしい。それでは良いお食事をどうぞ。スープもうまい。あ、うまっ。あー、しゃ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 、ゲームの時間だぜ。よっしゃ。あれ、ちょっと来ちゃってるじゃん、また。そう、あ、なんかちょっと涼しくもなってきたし、うん、なんか虫増えたよね、光に集まってきたとか。電気だね。そうそうか、そうか。だけどちょっともう羽織っとこうと思って。オッケー、はい、じゃあ今回何が欲しいんですか。いや、もう横にやりたいけん、シート欲しい。シートね。はい、今回のチャレンジは、ベトナムのお土産値段当てクイズ。値段当てるわ、相当むずい。お題はこちらでございます、はい、バギン、コースター。高そうな感じのコースターだね。あー、どうでしょう。ヒントしようぜ。これはヒントくれんちょっと。コースター1個バラ売りのやつを買った場合100円ぐらいじゃない。2万のから3万のやつね、うん、100円から150円だと。それよりは安いよ。あ、そう、うん、え、マジ。そうだよ。あ、でも9すんのかな。
85、いや85、8万5000ドン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、金額は、はい、8万3000ドン。すごいよくない？10円ですよ、2000ドンって10円。シートゲットならず、じゃあ24時間楽しんで。415円で425円を外しただけよ。そこは負けてよ。サビン、いきました。9時のチャレンジの時間です。横になりたいね。欲しいものはさっきと一緒。いや一緒一緒、もうシートシート、うん。今回のゲームは30秒でストップウォッチ止めろ。イエイ。30秒から30秒99、あ、だ31秒になったらダメね。なるほど。だから30秒って言われるところだったら OK。 そうそうそう、30秒は何々。30秒チャレンジお願いします。いきます。はい。お前のティーティーティーって音がマジ邪魔でイライラしながら数えてたけど、マジ地球すごくない？マジで見てない。すごい、結構近めだしね。30秒側驚いてる。成功したあなたにはこのシートを差し上げます。しゃあ寝たいね。あるとないじゃん、全然違う。だってこれ靴脱いでこうやって乗れるし。そうね、うん、いいいいよいいよ、全然いい。収まってる収まってる、ちょうど収まってる。さあ22時のチャレンジです。どん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 出てるね。出てた。だってやることないもん。この22時のチャレンジはどうしますか？いや枕かな、あればね、うん、もっとゆっくり寝れるなって感じ。チャレンジは鼻こよりくしゃみ20秒チャレンジ。戦う男の名してるよ。それでは鼻こよりくしゃみ20秒チャレンジスタート。てんでてーててんててんてててん、13 14 15 16 17 18 19 20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 
今出てるじゃん。それではまた後ほど。悔しい。どうも皆さん、23時のチャレンジの時間でございます。さあ見てる。おい、チャレンジの時間。いや、チャレンジ、いやもういいよ。もうやらない？うん、もう眠ってる。もう寝てる。うん、じゃあいい、じゃあもうこのままもう腕枕で。あった。じゃあおやすみなさい。
どうもおはようございます。7時だぜ。7時何が欲しいですか？え？早いな。でも飯かな、なんだかんだ。飯食って。取っときたいな。朝ごはんチャレンジダーカウダーツ。また、ブンとフォーとバイミーでございます。はい、さあさあ、どれが一番欲しい？朝といったらフォーでしょ。フォーね。はい、さあ、フォー、ブン、バイミー、この置き方でいいですね。朝食ダーカウダーツチャレンジ1投目。そら無理やわ。第2投目。じゃあ3投目どうぞ。当たらんもん、ちゃんと。メモだってちゃんと開いてないし、まだまだ。ちょ、もう目覚ますわ。はい、そうよ。もう朝ですから、しっかり元気に起こして、体を。次でも飯取りたいからな。うん、そう。さあ、やってまいりました。8時のチャレンジ。どうしますか？いや、もう飯でしょ。飯ご飯チャレンジいきたいと思います。今回はこの基準です。それではチャレンジスタート。あれ、惜しい。惜しい。4欲しいけど、別どれでもいいからね。さあ、ラストです。シュー、やっときたやけど、いいフォーじゃなかったね。いや、もう何でも食えねえよ。 OK、ということで、バイミーゲットバイミーでーす。じゃあ、卵のサンドイッチです。やばいな。まい、まい。それではまた後ほど1時間後に会いましょう。はい、熱なってきたな。全然違うよ、やっぱ風があるだけで。涼しい。完璧や。さあ、来たぜ来たぜ、9時最後のゲームチャレンジ。正直、うん、俺はもう暑い。いや、そうなんよ。直射日光浴びてると暑いけん、影に入って、うん、この空調つけて涼んでたっていうね。ああ、いいじゃんいいじゃん。あ、やっぱ涼しい。やっぱ涼しいよ。これないと全然ダメや。あってよかった。行きましょう。では最後のゲームチャレンジ、何が欲しいですか？さっきね、パンと一緒にコーヒー飲みたかったよ。コーヒー欲しいなと思って。コーヒーをかけてやるゲームは手押し相撲対決。手押し相撲対決、いきます。うわっ！
っしゃよっしゃベトナムコーヒーゲットだぜ。はい、でーす。いただきます。あー甘くてうまい。お満喫みたいになってるわコーヒー飲みながらということで、あと1時間じゃーん10時になりましたー。しゃじゃあ24時間屋上での生活、ベトナムの屋上での生活達成。もう一番しんどかったやっぱねこの暑さね。ネオ長島開発さんの空調服のおかげで、この影に入って涼しいっていうね、風が吹いてるから。そうね、風の涼しさそれはあった。もうずっとそれに助けられた。さらに夜もさ、やっぱ10時以降結構冷え込むのよ。ちょっと風吹いたらさ、まあ、T シャツだったら寒いと思う、あれは。で、これ羽織って寝るともうほんとちょうどよくてさ、防寒にもなるし、虫除けにも一切刺されてないです。完璧、ありがとうございます。まあ、俺が何と言おうとね、もうみんな購入したりとかね、試着してみて試してみてくださいこれをこんなね、こう動画で言われてもさ、どんだけ伝わるか分からんけど。いやけど、まあまあそうね、はい、熱量が感じたら多いじゃん。ぜひ皆さん使ってみてくださいこの動画が面白かった、興味あるよって方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。以上、ベトナムホーチミンの WBC でした。バイバイ。バイバイ。